金のお金のお金のお金の勉強勉強10円10円10円って知ってますか？知ってる。あ、この茶色の10円ね。1円1円これ2枚でいくらでしょうか？いくら？2円なのな。8000円。ちょっと今日ごめんね、今日簡単で。これ3つではいくらでしょうか？3円。これ4枚でいくらでしょうか？4円。これ5枚ではいくらでしょうか？5円。6枚ではいくらでしょうか？6円。何？6円。7円。8円。9円。10円。じゃあみんなにね、今日は10円ずつね、あげよう。これを10枚ずつあるかどうか数えてみて。じゃあ1、2、3、4、5、1、2、3、4、ちょっと10枚あるか数えてみてくれる？1、2、3、4、5、6、7、8、10円あるかどうか数えてみて。1、2、3、4、まあそれじゃあそこ座って4、5、6、7、8、9、10、10円かどうか足りない人は言ってよ。黙ってる人は先生に返してよ。みんな10円ある？10円ある？9か。じゃあもう1枚あと1枚あげる。10円ある？2、4、6、8、9、10円。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、これで10円数えてみて。それで10円だ。よし。このヘリコプターどうやって飛ぶの？あ、それも今日ヘリコプターの話でね。じゃあ行ってよ。10円。10円。これあれ10円。10円。これ10円だぞ。10円ね。で、この1円、これ皆さん持ってるね。1円が3枚ではいくらですか？3円。何？3円。5円っていうお金もあるの知ってる？これ5円だよ。今日は使いませんけどね。さあ、そこでね、お金がないとね、大変なことになってしまうんですよ。もしもお母さんが病気になってしまったら、どんなことで困るでしょうね。お母さんが病気になってしまったぞ。ご飯が作れない。ご飯作れなくなってしまうから、ご飯食べられなくなってしまいますね。他にお母さん病気だとどんなことで困りますか？洗濯ができなくなっちゃうね。そうだ、メバチがよく作られた。うん、掃除もできなくなっちゃう。他に、お母さん病気だとどんなことで困りますか？いっぱい困ることあるでしょう。ねえ、お母さんが病気になってしまうと困るね。さあ、そういう時は皆さんどうするの？お母さん病気になった時は。ね、どうする？ご飯も使えなくなるしね。うん。困っちゃうな。なっちゃうね。でもそういう時皆さんはどうしたらいいの？お母さんを助けてあげない？お母さん助けてあげるね。お母さん助けてあげるね。お母さん大丈夫だよ。僕が助けてあげるよ。そう言いましたね。ところがね、お金がないと困ってしまうんだよ。例えばみんながね、ゴミ出すでしょう。
でゴミがねたくさんできるでしょう。で袋に入れるでしょう。あの袋に入れたゴミだってね、ね本当はただでねしまってくれるんじゃないんだよ。お父さんお母さんがねお金払ってるんだよ。知ってる？ね、まあ税金という形で払ってるんだね。そうするとこのね自動車が来てね、そしてゴミを集めてくれるの。みんながするね、ちょっと汚い話でごめんね、うんちだってねただじゃないんだよ。知ってる？みんながうんちするでしょう。そうするとうんちがねずーっと流れていくでしょう。そのうんちはどうなるかというとね、工場でねきれいにするわけ。この工場できれいにするときにお金がかかるんだね。お金がかかるのよ。お金がないと困っちゃうのね。ねえ、それから皆さんが飲んでる水、あの水だってねあれタダだと思う？タダじゃないのよ。あれお金で買ってるんだよ。知ってる？だから水をね出しっぱなしにしていくともったいないのよ。もったいないでしょ。お水出しっぱなしにしておくとね、ね、お金がどん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 なくなっちゃうの。だからお水は大事にしなくちゃ。お水だって買ってるんだよ。どうして買ってるかというとね、どん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 お水はどこから来るか調べてみたらね、やっぱり工場でねお水を作ってるんです。ですからみんなの家へ来るお水はね、和田さんすごいとこな、お金は後で使うから、みんながねこう飲んでる水はね和田さんね工場でね作ってるんだよ。その工場からみんなねお水をね買って飲んでるんだって。だからもしもお金がなかったらどうなる？みんな死んじゃう。まあ、いきなりは死ぬってことはないんだけど、お水買えるかな？買えないのよ。もしもお金がなかったらトイレ使える？使えなくなっちゃうんですよ皆さん。困っちゃうね。もしもお金がなかったらゴミはどうなるか知ってる？どん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 溜まっちゃうんだよ、ね、だからお金がないと困るね。そこでお父さんお母さんは、まあ、ちょっと聞いてみるか。お金がないと、じゃあもう一度他にも困ることあると思うんだけども、お金がないとどんなことで困るか一回手を挙げて練習してみようか。ケロちゃんね今日多いからね、今日ねこの前遠足の人がね今日来てくれたもんでね、ハセさんお金の計算またあたでしょう。分かった人ははいって声をあげるんだな。できる？へいじゃないのよ。なんていうの？ほいほいじゃないのよ。へい、あ、いいんじゃないのよ。へいじゃないってか。はいって言うの言ってごらん。へいじゃないのよ。へいじゃない、はいって言う、はい、へい、お口を仕掛けてはいって言わないといいか。分かったか？うんじゃない、はい、よし、じゃあいいか、ケロちゃん手あげるんだぞ。1、2、3、はい。下ろしちゃダメでしょ、手上げしていくにはね、はいって言っていいか。お金じゃなくて分かった人手上げてください。はい、おできたじゃない。でも手を下ろさないの。いいか、下ろしちゃダメだよ。分かった人手上げてください。はい、下ろしちゃダメだってば。みんなできる？1、2、3、はい。おー上手だ。その時にねお腹の中にあるもやもや虫ねみんなブーって出しちゃう。できる？1、2、3、はい。もう一回いくよ。1、2、3、はい。もっと早くいくぞ。1、2、3、はい。よし、じゃあケロちゃんの番だぞ。1、2、3、はい。下ろしちゃダメだってば。足を上げなくてもいいんだぞ。本当に。よし、じゃあ聞きます。